はい、皆さんこんばんみ。スマホ配信者のグッズでございます。今回ね、今日発売の、11月25日発売の、まあ、再販かな。復活の極インパルス、ガンダムと、サンドストライクフリーガンダムです。これをね、開封だけします。このね、悟空の方が、悟空インパルスが新規、造形となってます。新規パーツかな？新規パーツが増えてるんですよね。で、まあ見てもらった通り、ちょっとね、いつものサイズよりちっこくなってます。うん、では開封しましょう。よいしょ。まあ、こんな感じ。わ、すげえ。パーツ多いな。2個ついてるからね。あ、綺麗。黄色と、クリアパーツの黄色と、赤と。で、シール。あ、シール結構あるね。やっぱ 2個やからね、うん。で、黄色と白。ゴールドと、クリアパーツの赤。顔とか。で、あ、意外とパーツそんなないか。で、白ですね。うん、極インパルスもついてくるけど。2個ついてる？うん、ない。こんな感じです。こんな感じで、極インパルスガンダム。まあ、復活のなんで、あ、なんかね、新シリーズが始まるんですよね。で、地球を救った後に生まれ変わった月を得て少年の成長して、身体能力とやんちゃさにはさらに磨きかかっていると。サンドストライクガンダム。地球を見守る特別な存在。悟空のことは常に気にかけている。あ、別になんか。地震で変わる悟空の成長のために離れて暮らしている。以前紹介した、まだね、開封しか紹介してないんですけども、悟空インパルスの、デラックスセット。あちらとも対応してますので、付けることがね、できます。で、こいつ、この、ストライクリーダムガンダムは、信長のね、マントバーンとかを付けることができます。確かどうやったっけ。まあ、こんな感じで。あれ、極インパルスってついてくる。あ、ついてくるね、こっちに。ああ、なるほど。まあ、こんな感じで。あ、でも、あれやね、すごいシンプル造形やね、みんな。ほら、あれ、いつもやったらもっと細かく。まあ一応ね、極インパルスはあるので、まだできてませんが、作り次第ね、比較したいと思います。パーツがほら、シンプルなんだわ。うん。これが新規造形か。こんな感じです。でね、なんかね、新シリーズが入って、来年かな？来年に、ここにちょっと待って。そう。この3、これが2人出るのよね。あと、隠密ガンダムと、武者ガンダムの新しいやつ。そう。72代目やったっけ？ 72 代目武者ガンダム。で、何やったかな忘れたけど。これがね、出るんですよ。あと、これと、別に、隠密ガンダムが、今回ね、新たに発売されますので、ちょっと楽しみですね。これはね、またね、作り次第、完成動画と比較動画でしたいと思います。よいしょ。今日作るかな。これね、結構安かったです。今回さ、結構安くて、なんだっけ。あ、1485円。うん、1700円ぐらいのやつかね。よし。今回以上です。今回紹介したのは、復活の極インパルスガンダムと、サンドストライクフリーダムガンダムでした。以上、グズでした。また見てな。じゃあね、バイミー。